おしゃれな人はいるんじゃないかということから、たまにおしゃめん査定という企画をやるので、うん、すぐに送れるように自分の写真を用意しておくといいですよと。ね、うん、確かにね、写真送ってもらうこともね、あるよ。ありますね、そういうの。写真送ってもらうの好きだから。うん、そうなんだ。なんせ。楽しいんだよね。写真楽しいんだよ。うん、結構自信のある人送ってくるからね。結構女の子も可愛い子多いんだよね。そうなんだよ。送ってくる子は。だけど、やっぱクソメンとしてはチャンスかなと思うのがさ、うん、俺、このラジオを聞いて、はい、あ、でもこれ言っていいのかな。怖いな。怖いな。それ怖いな。いや、どうしよう。じゃあ、行ったら、行かれちゃったら困るなっていう。あ、行かれたら？まあ、なんか、可愛い子なの、すごく。うん。がいるの。うん。ね？可愛い子がいるわけ。うん。うん。はい。この、リスナーの、もう本当、クソガールよ。クソガールで？もう、すごいヘビーリスナーのクソガール。ああ、うん、それが、ある店に行ったら。そうそう、可愛い子がいるんだけど。はいはいはい。本当に、普通に可愛いよ、うん。なんだけど、うん。ああいう、私はクソガールだからみたいな。でも、うん、なんかクソメンクソガールで、うん、こう、会ってね、うん、みんなで、オフ会みたいな。なんかそういうのやってたでしょ。はいはいはい。なんか人間で飲み行ったりとか。ヒゲちゃんとかも参加したやつね。うん。で、そういうのとか、うん、みんなクソメンクソガールで、全然さ、社交的じゃないのに、そういうことやったりしてんだよ、みたいな。うん。うん、はあ、そういうの行きたいんですよね、って言ってたから。へぇー。ってことはだよ。普通に来るんだよ。うん。そういう会に。かわいい。でも来たらダントツに可愛いぐらい。可愛いね。うん。ちゃんと。あ、じゃあチャンスなんで、それオフ会やってきゃいいんだな。だって某、結構いい、車のさ、ディーラーで受付とかやってんの。おぉ、うん、あ、そういうのが聞いて。会社の。そういうオフ会に来たいってこと。会社の。それで、それ、ああいうような知り合ったの？知り合いっていうか、うん、まあ、うん、ちょっと、やはり、うふうじゃないですか。うふうって今言いましたけど、うふうじゃないですか、ね。なんで、やはり、なんでそれ、なんだろう、それは。いや、それはだから、あんまだから深く言えないんだけど。なんか、やらしい感じするよ、なんか。違うんで、ちょっと本当に、違うんだよ。さあ、まあね、だからちょっと迷惑になっちゃうからあんまり大変言えないんだけどさ、そうなんだ。うん、ああ、うん、まあどっか知り合ったと。そうそう、話しかけられたと。おお、うん。で、それは関係は矢作はそれ。じゃあるわけないよ。だってそんなだったらその子、うん、矢作だって、うん、そういうオフ会に行きたいような人じゃない言ったら、したらもう大好きだよ。でしょ？だから矢作のことが。で、それで矢作にだって会ったわけじゃない。うん、そしたら向こうはもう、うん、びしょびしょでしょってもう。いやさ、濡れてるかもしんないけど、うん。うん、で濡れさせてるだけよ。濡れさせてるだけ。そうそう、俺を見せて濡れさせてるだけで、別にそっから、ね。俺はそっから何もないけど。うん、ああ、一切ない。当たり前だろ。ああ、そう。だって可愛いんでしょ？クソガールだぞ、だって。お前クソガールが、クソガールね。俺に近づくのが100年早いんだよ。可愛いんだろ、でもそれは。可愛いよ。可愛くたってクソガールだから。クソは、クソだ。クソガールと俺にはやっぱりこう、すごい絶対にこう、合わない、この差があんのよ。違うの、やっぱり。ステージが違う、ね、ステージが。ステージね。うん。でも、やはりに、だから多分そういうふうに近寄りたかったら言わない方がよか、いいんだね、じゃあね。うん。クソガールだってことはね。これそうだね。知らないで誓った方がいいね。そうだね。うん。で、した後に言えばいいんだよね。超怖いじゃない。怖いけど。うん。うん。そういうもんだよな。メールね。ラジオネーム、泣き出したヒデポンと、キョムカン。小木様、矢作さん、公務店賃、はい。そして初めて聞くリスナーさん、こんばんは、うん。このラジオは基本的に二人とも噛むことが多く、うん、漢字も結構間違えるのが多いラジオなので、はい、その辺は、なんとなく、のニュアンスで受け取ってくれた方が聞きやすいと思います。おぎやはぎの二人も気をつけてはいるんですけど、うん、はい、甘く見てください。うん、あ、なるほどね。そうね。優しい目でね。うん。それは確かにそうだ。やっぱカリカリしちゃダメだね。うん、そう。カリカリしてみるとね、本当にいろいろ、うん。
言いたくなると思う。そう。嫌なとこばっか見えちゃうし。そう。そういうのは。やめた方がいいよ。ダメよ、うん。全部スルーしてください。ラジオネームワシントン。新規リスナーさんこんばんは。きっと今日初めてメガネビーキを聞いた人たちは、やたらセクハラな発言にびっくりしたかもしれませんが、安心してください。うん、本人たちはそれほど感情を込めて発言しているわけではありません。ですから、お前ら昔こんなこと言ってたよな、と怒ったりしないであげてください。一、うん、週間も経てば、お二人とも覚えてませんから。本当代弁してくれるんだね。ねえ。そうだね。覚えてないんだよね。覚えてないから。うん。そうなんだよ。なんでだろうね。なんでそんなに思ってないこと言っちゃうのかな。ね。どうでもいいことだ、ね。口から出まかせって本当こういうこと言うんだろうね。サービス精神なの、うん、サービス精神なのかな、うん、そうなんだよ。ね。そう、だからネットニュースとかになっても困っちゃうんだよね。そうなんだよね。そういうのって。こっちがさ、うん、ちゃんとこう、信念があってさ、思ったこと言ってることはさ、うん、もし叩かれたらさ、うん、いや、戦ってやるよと。いや、こっちはね、そうね、いくらそっちに批判されたってさ、ね、俺はもう絶対俺は負けないぞと、うん、言いたいけどさ。簡単に曲げれるようなことなんだよね。そうだ、信念がないんだもんだって。別に。どうだって本音じゃないの。どうだっていいからな。そうそう。そうね、うん。だからいいよ、ワシントンありがとうね。ね、いいこと言った、うん。こういうことだよ。うん。ラジオネーム、神々の祭り。とにかく、小木さんの男尊女卑がひどいですが、なんだかんだで女の人が好きというのが見えるので許せますよと。うん。うん、そうね。これも17歳だからね。そう、どんな奴に言われてんのか。ああまあでも、そうだよ。好きなんだからいいんだよね、それはね。まあね。そうそうそう。男尊女卑がすごいんだけど、うん、だけどやっぱすごいのがさ、うん、小木の、うん、男尊女卑がすごいけど、うん、結局、その、奥さん、うん、結婚のナホ、うん、に対して、まあ優しいじゃん。優しいですね。一切喧嘩もしないし、うん、言われたこと全部やってあげるし。うん、はいはいはい、はい。だから何なんだろうね。男尊女卑がすごいのに、全然亭主関白じゃないっていう。優しい。そっか、そこは比例、うん、そっか、男尊女卑だと、亭主関白っぽいね。っぽいよね。ね、うん。でも口で言ってるから、この人と結婚するともう大変なんだろうなと思わない方がいいってことなんだろうね。そうなんだよ。きっとね。うん。そう。いいこと言ったやつって、本当に性格やばいじゃん。悪いやつ多いじゃん。大体。女を立ててるようなやつ。そう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 。女の味方みたいな。そう。ああ。確かに、おぎを見てるとそれ正しいんだよ。女の味方みたいなこと言ってるやつよりも、おぎみたいに女の敵みたいなこと言ってるやつが実際は、夫としてはすげえいい夫なの。そうよ。そうそう。そう考えると。そういうふうに見てほしいね。でも、うん、でもやっぱり、素直に受け止めちゃうから、うん、人って。そう。うん。だからああいうランキングとかになっちゃうんだよね。うん。ああいう。そうするとランキング出てる人がみんなひどいやつになっちゃうけど。ひどいってことになっちゃうけど、ね、そんなこともないけどね、うん。ちゃんと女の人に対する優しいことも言いつつも、そう。本当に奥さんに対しても優しい人もいるからね。うん、それが一番いいんだけどさ。うん、ラジオネイル。ラジオネイル来たよ。ラジオネイル来た。出たラジオネイル。本当に書いてあります。ちゃんとラジオネイルって書いてあるから。ルサンチマン。うん、メガネビーキですが、おぎやはぎはリスナーの恋愛相談、あ、恋相談に一切乗ろうとしません。うん、普通のパーソナリティなら、チャレンジしないで後悔するなと、後押しするところ、おぎやはぎの二人はメールの内容だけで、お前には無理だよとか。俺らは昔話したことのないこと、一発で付き合ったとか、自慢するか、罵倒してもらいます。恋に悩む女子中高生は、おぎやはぎの二人には相談しないことをお勧めします。綺麗な。ひどいね。恋の相談してきたのに、お前たちには無理だよって自分たちの自慢してもらうの。最悪。最低だ、本当にこれ。最悪じゃん。そんな感じなんだ、俺ら。でもこれ、しょうがないじゃん。何？だってな。じゃあどうすんの、モテないふりしてお前たちに付き合えっていうのかよ。そうだ、モテないふりはね。そんなメッキャスが剥がれるよな。うん、そりゃそう。そうだよ。だからそんなの、うん、そうだよ。しょうがないよ。うん、モテたんだから。うんうん、モテた上でその辺はダメだっつってんだからさ、間違ってないと思うんだよ、多分ね。そうだよな。そりゃそうだ。うん。まず、あ、一番当たってるよ、俺たちの恋愛相談が。うん。じゃあこのコーナー。